宮崎さん、はい、はい、じゃあ血液がちょっとごめんなさい時間かかっちゃったけど、はい、取れましたんで、はい、ありがとうございます。でこれをちょっと急ぎで調べてもらいますからね、はい、であとはちょっと点眼検視とかやってみますからね。今日何曜日だっけ、うん、月曜日、急ぎであればやっぱりこれ左目は赤いね。触れないですね。ね、あのホテルの時にさ、そう、シャンプーしたんですよね。相当点眼したんだけど。うん、ね、ですか。前からそうだったのか。じゃね。どうしようしよう。右が多いわけでもないんだよね。確認し。ごめんね。今日急ぎで出していつ来るかな結果。はい。急ぎで出して。こんなにかかるの。じゃあまあ。線が結構出ますね。ちょっとあの腰やってましたか。腰ってました。これぐらいで。ただここもあんまりさ強くは絞れないんだよね、しこりがあるから。そう、怖い。あんまり強く絞るとなんかしこりが潰しちゃいそうだから。そうですね。優しめに絞らんと。あら。ね。あのちょっと教えてください。手術の後っていうのはどういう状態？お尻舐めれないから、うん、そのままで大丈夫なんですよね。手術した後ですか、はい、まあ、ここが一番、まあ、どっちも厄介だよね、体の表面じゃないから唇にしても。だから手術した後当然糸が塗ってあるわけだから、うん、あのそこのケアをしておかなきゃんからしばらくは入院して治療してきます。そうですね。そうじゃないと糸外れちゃったら困っちゃうし。あ、そうなんですね。前の時はすぐ帰ってきてたから。あ、そうなの、うん、上だけだった。前もお尻やったとか言ってました。やりました、やりました。その時もすぐ帰ってきた。はい、投与して入院はしなかったですね。その日に帰ってきた。うん、お尻だけ舐めないからっていうことで。お尻はでも舐めようと思えば舐めれますよね。舐めれますね。太ってるかなんか届かないですよね。どうかな、それは。舐めて、ただお尻こすったりなんかしたら嫌だなって思いますけど。そうそうそう、こすったりすると困りますよね。うん、でもこする原因って多分肛門腺だからさ、ちょこちょこ肛門腺を出すようにやる。安心ですけどね、入院した方が。まあどちらにしてもね、あの手術したその日は帰らないし、麻酔が残ってる時には退院はさせないんだから、完全に麻酔が切れてから、そうですね、だから いくら早くても翌日に帰ってもらって、あと外来で見るか、それかその後にしばらく入院してもらうか。そうですね。でも顔見せると興奮しちゃうと思うんですけどね。これはちょっと危ないなと思ったら少し入院してもらうかもしれない。そうですね。そうですね。
じゃあ週末ぐらいに結果が来ると思いますんで、はい、金曜日ぐらいに一回結果聞きに来てもらっていいですか。金曜日。金曜日。はい。それで、あのその時に決めたいと思います。はい。スリーミングできるとこがあったらしちゃった方がいいですか。そう、本当、長田さん、この子のトリミングはどうなったの？